ということで、A 番台ハトアバジョニオジョに対しまして、投げファーストケバアバというメンツです。すごいですね、アバが2人いますよ。あのつぶさんのすごい動画見てましたけれども、大会動画、あれの再来でしょうかね。先ほどね、B バンダイの方でハートアバがそば屋ファーストに対してはごくもろはで面白いコンボやってたので、ぜひ見たいものですねと思ったら、あらららら、アバ同キャラですってよ。皆さんこれは刮目してくださいね。あら奥さん面白そうな試合になるでしょう。どっちが一本背負い決めるのかな、それとも断罪振っちゃうかな。さあ突っ込んでいったのは、さあ断罪を振ってた、ダッシュから地上から行って飛んだら断罪が置いてあった。さあ今度緑の方がケバーバ、黒い方がハトアバ、鉄棒から負けしていた。ダッシュ投げ、通ってシャガハイから断罪、バースト読みしたんだけど裏回り、シャガハイバ、断罪戻って裏回り、足払い使って断罪、ダッシュシャガ系、これは FB を使って逃げる断罪、ロマキャンからダッシュパンシャガ系という黄金連携、ほいほいほい。一本選手ケバーバさあまた抹消で先方を取っていったのはハトアバだがジャンハイの振り合い、ちょっとしばしご堪能くださいみたいな。さあ取っていったのはシャガハイからシャガパン、ジャンディとりあえず一発当てていった、断罪はガード、こっからジャンハイ下ろして、ダッシュ投げ通った、鉄後戻して、さあどうする、今度は断罪を振らなかった、タッチパンからクーダ、ジャンハイ引っ掛けて円安抹消、ダッシュ投げ、シャガハイ断罪、ダン S、 ジャンハイ、ジャンディホイ、ジャン K、 ジャン S 戻して、もう一回ゴクモロハ断罪、どっちの断罪が強かったか、ケバーバだった。先に断罪を打った方が負けるんですねゴクモロハ断罪先に打っちゃったのがハトアバということで、さあ次大将戦いきましょう。大将というかまだ2人目ですね。ジョニオジョに対しまして投げファーストということです。これもまた見どころのある試合になってほしいですね。さあ下段振っていった、ハンマーから立ち系足払い、メッター通らず、遠線が空を切る、若干ガード面出ているのはジョニオ側だがメテオガード、足払いからも投げて上コイン、円安カウンター、シャガハイカウンター、ジャンハイカウンター、ちょっと暴れを誘った、ドリルで、さあジョニー側が若干癖しているが大丈夫大丈夫、足払いレベル2中段、今のは上段キープしてたんでしょう。前系からディバで落として、シャケ下段、上段から遠線がジャンハイ、ジャンディまで当てていった、顔が真っ赤、当たらない、空を切るメテオ、2本目どうなるでしょうか。シャガハイタチパン突き消しの物投げから攻めていく、足払いハンマーガード、さあ壁に追いやったが両カウンター、危ない6はガードできた、コイン前ハイコイン、タチハイコイン、上コイン、前パンすかしてタチハイカウンター、タチ系前ハイ、ディーバーは上を取っていったら危ない、物投げ巻いて突っ込んでいった、ジャンエスジャンエスジャンハイ、キラー青からコンボを決めていく、ドリルシャガケイ、シャガケイは2段目から下段です、とりあえず 50% 使ってコンボを伸ばしていく、置き攻めはまだ通らない、
ただ画面端をキープさせて、さあどっかで逃げたいジョニオだが、まだ逃げられない。もう投げ、ここでドーナツ唯一の外れ。足払いは使ってマイケ突っ込んでいく。だがそこにあるのはメテオ、シャガハイ、赤からガード、遠征が空を切る。危ない危ない。リバー青から相手が前に出ることを予想した遠征が打ったが、 F リードは、そしてアイテムが当たってどうなる。これは積みゲーでした。やっぱりメテオ、メテオちょっと課金しなくても強いじゃないでしょうか。結構出るね。コインとレベル、相手のコインはバウンドします。ちょ、コイン2回当たったんだけど出てきた。立ち合い上コイン、シャガ系、シャガ S コイン、パチパン使ってステップ投げしたかったか。ジャンディとマイパンが総裁、キラー赤になってしまったが攻め継続。マイパンガード、足払い差し込んで、ドルフは下段ぐらい、いや、しゃがみぐらいですね。シャガパン、シャガ S、 足払い、シャガ S からジャンケ、ジャンディ、シャガ系、シャガ系、非常に細かい。さあどっかでカウンター、ジャンディ当たらず。また頑張れた、 FB ドアが後ろから。いやーすごいですね、激しいわ。ちょっと激しすぎて灰皿が飛んでいきましたけど。というわけで勝ったのは、投げファーストとケバーバー。これは決勝ですね。そのまま呼ぶ、呼んで大丈夫ですか。テレサジャムイルロボ、決勝戦ですね。テレサジャムイルロボと、投げファーストケバーバです。すっぽ抜けて灰皿が飛んでいきました。投げチームの方は黄金連携ですってよ。先方ケバーバ、対しまして先方出てくるのはテレサジャム。真っ正にホチ合わせて前ハイ、足払いが引っかかる。あれーぜ、 あらあらあら、朝投げが通った。前ハイカウンター、バースト断罪。あー2段目は使って、空中ガード、なるほどね、やっぱり細かい。エンイエスで終わった。マイハイが下段潰しになった。さあ足払いを振っていた。さあどうする、足払い抹消、空台通そうとしたけどエンイエスが置いてあった。一本選手テレサジャム、最初の抹消をホチで取ったのはすごいですね。ホチタッチパンからとりあえずダメージを取って、シャガハイ当たらず、とりあえずパック吸ってジャンハイカウンター。ほいほいほい、ディレイをかけている。ジャンハイ、ジャンディ安いねと言っているのはテレサジャムか。さあ FB 断罪当たって、とりあえず戻して、さあ使って、ジャンハイはホチ、ジャンハイ両カウンター。さあ黒投げ、シャガパンすかして投げ通したのはケバーバで、さあバックスって最後の攻防か。断罪ガナキャンから、断罪タジハイ総裁です。とりあえず上を通していきたい。抹消抹消やって、さあアイコン溜まって龍神放していった。集団見ている、タチ系ホチって投げ、これはダウンは取らない。空投げ、空投げダウンは取った。これぞダブルアップ。ガマキャンから展開激しい、足払いガード、抹消裏回り、足払いにバースト、もう戻せない、もう戻れない。ガーあータスパンが当たらずジャンハイ通ってしまった。テレサジャムの勝利、もうあの時には戻れない。あ、トイレずっとやってた、うん、店員さんやってましたね。さあ
イルロボを対しまして投げファーストです。まあね、大会の動画というか先ほどの試合でもやっぱり金エス、レベルは8レベルじゃない、あの温度は80度以上のね、金エス馬金エス馬っていうコンボをね見せてくれたんで、ダメージはしっかり取れるのがロボです。マット敷いたらレベルが飛んでいた、しっかり直射しているチミさん、今のはコマミスでしょうか、だろ、あー着地硬直に引っかかった、エンス馬立ち杯金エス馬マイパンは当たらず、温度キープしたかったか、そうですね、朝礼がダウン引き上がしになっているんですね。一本選手投げファースト、ここはね、テレサとしても戦いたくないでしょう、頑張って勝ってもらいたい、シャーケー通してバスト、クミサクミサ裏回り投げしたかったが投げは通らず、さあ温度を顔真っ赤にしつつゲージも溜まって準備は万端だったが馬は通らん、なるほど、うまくミサイルを避けて中段通した、うまい、物投げタッチパン、あーゲージがあるんですね、シャガーハイタッチパンと、投げファーストがそのままストレートで勝ちました。というわけで決勝戦が、ここでテレサジャムと投げファーストになります。テレサが必死にね笑いながら勝てないんですって言ってるんだけど大丈夫かね、いいよみんな見てますよみんながヒール役になってますよ、テレサジャムヒール役ですよ、今日も元気に半袖短パンさあ見ていきましょう、決勝戦テレサジャム対して投げファースト、円安に対して足払い、さあとりあえずダメージをしっかり取って 1.5 割、お互い空中ガード、ジャンハイ裏回りしっかりガード、マイハイ足払い、空中ぐらいなので逃げられます、裏回りジャンハイに爆捨てしたがシャガ系シャガ系足払いと、ジャンハイマイハイマイハイ足払いか龍神がつながる、龍神特撃からマイハイガード、これはきついか、タッチ系で暴れた、どっかで通さなければいけない、あータッチ系に FB100歩、そっから強化できるんですね、一本選手テルスタジアムリーチです、シャガス通した、タッチ系ジャン系ジャン系ジャン S ジャンハイ、お爆弾当たらない、ジャンハイを当てていった、足払いいい差し込み、ダメージの取り方いいですね、シャガうんなるほど、ジャン系ジャンディで落としたところにチビロボがマイパン通した、お互い当てない、いやーあいやーあマイハイ追加当たらない、ジャン S 総裁からジャン S、ジャンエスに対してジャンディは先置き、激凛 FB が弱い、今のは空投げ仕込んでいる、爆足からまだ攻めは続く足払いと立ち系がお互い勝ち合うが、エンエスで1本取り返す、投げファースト、ファーストはテレサ側がないんですけども、前パンに対してディレイをかけたドリル、エンエス爆捨てかわしてダッシュ足払い差し込んで、ジャンハイ表パチ系にバーソー、キンバーガーされてこっから突撃と、マイハイマイハイマイハイはジャンプで逃げる、おおダウン取った、これは美味しいでしょ、あー美味しい、ダブルアップ、立ちハイ争点からケイから足払い、さあガードして当たるでしょ、まだ終わらない、ミスタークー投げ、これが投げ地、優勝したのは投げファーストケバーバチームとなります、おめでとうございます、いいサポートのクー投げでしたねいやー最後はテレサらしさの出たいい試合だったと思います、投げさん負けなしかな、
スタート踏んでんじゃねえ。はい、じゃあ本日の、2on2 大会はこれにて終了となります。皆さんご参加ありがとうございました。こちらの方にね、名前言っちゃって大丈夫かな、知り合いの方からですね、プレゼントが届いております。プレゼントって言うとあれですね、俺が誕生日プレゼントを催促してるみたいになるんですけど、誰か早くよこせ。はい、お土産が届いておりますので、こちら食べに来てください。本日の優勝は、投げファーストケバーバチームとなります。おめでとうございます。拍手の方お願いいたします。まあ今回ねすごいメテオ出るようになったんでね、チームメイト課金が最近入りですね。なので何でも 2on2 大会ぜひぜひ皆さん参加してみてください。あとはあとなんだっけ、今週木曜日は大会があります。初心者ご紹介お疲れ様でした、言うの忘れたんで行ってきます。はい、じゃあね、ほーん、誰だっけ、リップスさんだっけ。リップスさんが大会のね、宣伝をしたいそうなので、こちらの方でしたいと思います。大丈夫、問題ない、問題ないならちょっと言わせていただきます。今週の金曜なんですけれども、私の職場の近くに、大森なんですけれどもセガがございまして、12日金曜日、シングル大会ギルティギアアクセントコアプラス R のシングル大会が、行われます。そこで私も、参加するんですけれども、今回私、大会も実況をさせていただくことになりまして、ぜひね、皆さんよろしければ、大森に近い方でしたらね、よかったら参加していただければと思います。まあ、ここは味方なんですけれども、ちょっと大森セガの宣伝させていただきました。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあそんなわけで、今週の金曜日は大会があるそうなので、近くの方はぜひぜひ参加してみてくださいな、ということで本日の大会締めさせていただきます。それでは皆さんお疲れ様でした。の試合の方もよろしくお願いいたします。多分そんぐらい。